サンライズの場は日本の競争場。主な勝ち倉は2019年のマイルチャンピオンシップ南部杯。11月26日、東京ダート1600メートルの新馬戦に安城、戸崎慶太で出走。スタートで出遅れたものの安城が促して中断まで位置を押し上げると先行する2頭をゴール手前で差し切って優勝し、単勝を追っ1.5倍の人気に応えた。 松若風馬に乗り換わっての出走となった12月17日のモミノ気象では2番人気に押されたが、直線で前との差を詰め切れず、このレースがダート初戦だった同馬種のサンライズソアの3着に敗れた。この年の初戦として1月5日の500万下、競争に出走。先段追走から外を回って、直線半ばで先頭に立ち、後続の追走を振り切って優勝した。 自走には初の芝となる3月18日の若葉ステークスを選択したが7番人気での6着に終わった。ダートに戻った4月2日の伏良ステークスは1番人気のリゾネーターに4馬審査をつけられ2着、5月21日のホースーステークスはゴール手前で後続に差し切られ4着となった。その後は再び戸崎を安城に迎え、 初の重賞挑戦となる6月18日のユニコーンステークスに出走。全日本に最優秀の勝馬、リエノテソーロが人気を集める中で2番人気に押されると、直戦では大外から豪快に追い込み、2着に4馬審査をつける、解消で重賞初制覇を飾った。この勝利もあって、自走の7月12日ジャパンダートダービーでは1番人気の支持を受けたが、 直線で伸びず6着に敗退。安城の戸崎は、距離と地方特有の力のいる馬場を敗因に上げ、以降は主に、東京1400の1600メートルの競争を、中心に出走することになる。初の小馬混合戦となった10月9日の、グリーンチャンネルカップはスタートで出遅れて最後方からの、競馬となったが、直線では、大外から前を差し切って優勝した。 しかし11月11日の武蔵野ステークスでは手応えがなく12着に大敗、続く12月9日のシワスステークスも2着となり、この年を終える。1月28日のネギシステークスから指導、高い不注適性が評価されて一番人気に押された。ハイペースの中で中段に位置を取り、ゴール手前で先頭に抜け出したが、外から追い込んできたノンコの夢との叩き合いに放さで、 敗れて2着となった。自走2月18日のフェブラリーステークスでは、昨年の優勝はゴールドドリーム、7連続連帯中の t M 迅速に次ぐ3番人気となったが、上位3頭から3馬身離された4着に終わった。その後は4月21日のオアシスステークス、5月26日のケヤキステークスと、連続して東京の短距離オープン競争に臨み、 共に1.8倍の圧倒的な支持を受けたものの、先行場を捉えきれず、連続に着。しかし6月9日のアハルテケステイクスで差し切り勝ちを収めると、休養を挟んで出走した10月8日のグリーンチャンネルカップでは、最後方から直線だけで13頭を差し切って優勝。11月10日のムサシステイクスでも、最高方から先行勢を差し切り、3連勝で、 重賞2勝目を飾った。なお、オアシスステークスから、ムサシステークスまでの5戦では全レースで、メンバー中最速の上がり3ハロンを記録している。8戦ぶりの東京以外での出走となった12月2日のチャンピオンズカップでも、後方からの競馬を選択したが、ルヴァンスレーブサンダイズソアンジュデジールら先行勢の上位争いには、加われず6着に敗れた。 前年に引き続き1月27日のネギス,ステークスから始動。一番人気に押されたが、追い出されてからの反応がなく8着に大敗。安状の戸崎は、これだけ負けるのは久々、はっきりとした敗因がわからないとコメントした。続く2月17日のフェブラリーステークスでは6番、人気まで人気を落とし、最後は伸びたものの7着に終わった。 自走は3歳児のジャパンダートダービー以来の地方戦となる5月29日の先玉杯に出走したが前との差を詰められず4着となった7月7日のプロキオンステークスではマテラス界がハイペースで引っ張る展開を後方から追走し直線では後方3番手から一気に追い込んで4着に入戦約2年不利のコンビとなった安城の松若は結構流れが速くて 足がたまりませんでした。それでも最後は自力で来てくれましたとコメントした。自走には10月14日のマイルチャンピオンシップ南部杯を選択し、安城に金沢所属の吉原博人を迎えて出走。レースでは圧倒的一番人気に押されていたゴールドドリームと並ぶ形で先段の後ろに位置を取ると3コーナーで外を回って一気に進出して、 直線半ばで先頭に立ち、最後は、うちのアルクトスを振り切って優勝。前年の武蔵野ステークス以来11ヶ月ぶりの勝利をジェイプニー初制覇で飾るとともに、安城の吉原にとってもこれがジェイプニー初制覇となった。その後は、連覇を目指し11月9日の武蔵野ステークスに出走したが、GI 制覇による別定金量 59kg が影響して、 伸びを書き5着に敗れ、この年を終える。2月23日のフェブラリーステークスで始動広報待機から4コーナーでは外を回される展開になったものの、最後は伸びを見せて3着に入り、3年連続の同レース参戦で初の馬券圏内となった。自走は竹豊とのコンビで5月5日の柏記念に出走。 7等立てとなったレースではスタートで大きくつまずいて、後方からの競馬となり、直線では追い込んだものの全2等との差を詰め切れず3着となった。その後は6月24日の帝王賞への出走を予定していたが、賞金順で除外されたため目標を7月12日のプロキオンステークスに変更。本レースは京都競馬場改修工事の影響で、 阪神での開催となっており、2017年の、シワスステークス以来17戦ぶりの右回り出走となった。トップハンデの59キログラムを背負ったレースでは、後方2番手に位置を取ると、直線では、大外から一気に追い込んで優勝。上がり3ハロンは、ダート重傷勝ち生ま馬歴代4位、芝みの34秒4を記録した。自走は、連覇を目指し10月12日の、 マイルチャンピオンシップ南部杯に出走。一番人気に押されて中段から競馬を進めたが、先行したアルクトスとモズアスコットが日本レコードで粘り切る結果となった全残りの展開が向かず4着に敗れた。続く11月14日の武蔵野ステークスでは、後方待機から直線で一気に前を差し切り、2018年に続く同レースに勝明を挙げた。 以下の内容は、netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。